皆さん、こんにちは。AWS でソリューションアーキテクトをしております、島田です。この動画では、Amazon DynamoDB の変更データキャプチャーについてご紹介します。DynamoDB は、アイテムレベルの変更データキャプチャーをサポートしており、変更をほぼリアルタイムでアプリケーションにストリーミングし、そのコンテンツに基づいた処理を行うことができます。 変更データキャプチャーを作成することで、例えば、新規のユーザー情報をユーザーテーブルにレコードとして挿入するたびに、そのユーザーにウェルカムメッセージを送信するアプリケーションができたりします。まず、DynamoDB のストリームの中には、どのような情報が含まれるのか見ていきましょう。 DynamoDB のストリームにはさまざまな属性を持つ JSON オブジェクトが含まれています。この JSON オブジェクトの属性により変更されたデータについてどの部分が変更されたのかを確認することができます。主な属性には実行されたデータの変更タイプであるイベントネーム 送信元サービスを示すイベントソース。リージョンを示す AWS リージョン。送信元の ARN を示すイベントソース ARN。そして、最も重要な部分として DynamoDB という属性があります。DynamoDB 属性の中には、 変更された DynamoDB のレコードに関する情報が含まれています。具体的には、ミリ秒単位の概算作成日時、アプロキシメートクリエーションデートタイム、変更後の項目全体を示す、ニューイメージ、シーケンス番号、バイトサイズ、そして、 ストリームビュータイプがあります。ストリームビュータイプはデータが変更された際に、ストリームで取得する情報の種類を指定することができます。これには4つのオプションがあり、変更前の項目全体を取得するオールドイメージ、変更後の項目全体を取得するニューイメージ、 新旧両方の項目全体を取得する New&Old イメージ。変更されたキーのみを取得する KeyOnly の4つです。次に DynamoDB でストリームを扱う2つのオプションについて紹介します。1つ目は DynamoDB Streams です。 DynamoDB Streams では、アプリケーションの変更を DynamoDB へ記録した際、その変更情報を DynamoDB Streams に送信します。AWS Lambda を使用すると、ラムダは1秒に4回ストリームをポーリングします。レコードがラムダで設定された。 イベントフィルダーの条件に位置する場合、ラムダ関数が実行されます。一つのストリームには最大2つのラムダ関数を設定することができます。2つ目のオプションは Kinesis Data Streams です。Kinesis Data Streams はデータレプリケーターサービスと呼ばれる ライブサービスが継続的に DynamoDB テーブルから情報を取得し、新しいレコードをストリームに追加します。Ginesis Data Streams の場合、ラムダは1秒に1回ポーリングを行い、ストリームからレコードを取得しています。 ラムダのイベントフィルターに設定された条件に一致する場合、ラムダ関数が実行されます。一つのストリームには最大5つのラムダ関数を設定することができます。DynamoDB ストリームズと比較した際、Ginesis Data Streams は、ストリームに入れたレコードが、 順不動になる可能性があるという特徴があります。つまり、レコードの順序を保ちたい場合には、アプリケーション側でレコードの順序を更新する必要があります。これには、先にご紹介した DynamoDB のストリームに含まれる属性の一つである Aproximate Creation Data Time を使用することで実現できます。 また、Kinesis Data Streams では、重複レコードが発生する可能性があり、必要に応じて、アプリケーション側で、重複排除の処理を行う必要があります。DynamoDB Streams の場合、レコードの順序の制御や、重複排除の処理を、アプリケーション側で実装する必要はありません。画面の左側に示されているように、 DynamoDB Streams では、時刻 t0 に行われた変更に対するレコード、その中では青枠のレコードが処理された後、時刻 t0 よりも後、t1 に行われた変更のレコード、赤枠のレコードが処理されます。一方、Kinesis Data Streams では、時刻 t1 に行われた変更レコード 変更のレコードが T0 に行われた変更のレコードよりも先に来る可能性があるということです。DynamoDB Streams と g i n e s i s Data s t r e a m s の比較表はこちらになります。考慮すべき点は多くありますが、レコードの順序が重要なアプリケーションの場合は、実際の変更と同じ順序で レコードを保持する DynamoDB がいいかもしれませんしかし、一定期間データを貯めておき、その統計情報を取得するケースなど、レコードの順序が結果に影響しない場合もあると思います。さらに例えば、すでにその統計情報を取るためのサードパーティーツールが Kinesis Data Streams と連携しているケースなどでは、 Kinesis Streams Data を利用すす。るメリットが出てきますデータの保持期間の観点では、例えば数ヶ月など長い期間データを保持しておく必要がある場合は、Kinesis Data Streams を使用する方がいいかもしれません。Kinesis Data Streams は最大1年間データを保持できますが、 d BStreams では最大24時間となっています。何らかの理由で、ストリームのデータの処理が、データの変更から24時間以内に行うことができなかった場合、そのデータは失われてしまいます。コンシューマーの数に関しては、Kinesis DataStreams では5つ。 DynamoDB Streams では2つのコンシューマーを持つことができます。ただし、Kinesis Data Streams では、Kinesis Client Library KCL のバージョン2と拡張ファンアウト機能を使用している場合、1つのデータストリームに最大20個のコンシューマーを設定することが可能になります。 スループットの上限については、Kinesis Data Streams には事実上制限がありません。DynamoDB Streams では、いくつかのサービスクォーターの設定があります。耐久性レベルでは、どちらのサービスも複数のアベイラビリティゾーンを利用することで、あらゆる種類の障害を処理し、 サービスが中断なく動作し続けることを保証します。配信モデルは両方ともプルモデルです。Kinesis Data Streams では、HTTP または HTTP バージョン2を使用します。ただし、拡張ファンアートを利用する場合、Subscribe to Shared API を使用して、 HTTP バージョン2でレコードをプッシュします。一方、DynamoDB Streams では、GetRecordAPI を使用します。Kinesis Client Library のサポートバージョンは、Kinesis Data Streams が Kinesis Client Library バージョン1と 2をサポートしているのに対し、DynamoDB Streams は2024年12月現在、Kinesis Client Library バージョン1のみをサポートしています。重複レコードやレコード順序については、以前のページで述べたような違いがあります。ここまでは、 DynamoDB の変更データキャプチャーの使用についてお話ししました。次からは、これをどのように使うかという点で、変更データキャプチャーを利用した、イベント駆動型アーキテクチャーをご紹介します。DynamoDB の機能の一つに、t i m e to l i v e TTL があります。TTL は、 指定ししたデータを自動的に削除してくれるものです。TTL 属性にエポックタイムスタンプ形式で数値列を指定することでそのレコードを削除する時間を設定することができます DynamoDB はベストエフォートですべてのテーブルをスキャンしそれらのレコードの TTL が期限切れかどうかを判断します もし期限切れであれば、そのデータは自動的に削除されます。通常、期限切れとなったアイテムは、数日以内に削除が実行されます。重要なこととして、DynamoDB Streams を有効にしていると、TTL による削除が発生したとき、イベントが生成されるという点があります。 このイベントをキャプチャーして、例えば、長期アーカイブ用に DynamoDB から削除されるデータを S3 に保存することができます。DynamoDB Streams や Genesis Data Streams では、データに変更が生じるたびに、ラムダ関数をトリガーできます。 これを利用すると、DynamoDB テーブルのアイテムに変更があった際に、ラムダ関数をトリガーして、テーブル内のデータについて、簡単なリアルタイムの集計を生成することが可能です。また、変更データキャプチャーのレコードをラムダから Kinesis Data Fireforce に送信し、その情報を シンプルストレージサービス S3 に保存することができます S3 内のデータに対して Amazon アテナを用いてクエリをすることでデータセットに対するアドホックなクエリや集計タイプのクエリを実行することができます他にもラムダ関数から どのサービスへデータを送信するかは、ユースケースによって選択することができます。先ほどは S3 にデータを保存していましたが、例えば Amazon Aurora や e l a s t i c a c h などにデータを保存することも可能です。また、下流のアプリケーションへ変更を通知する必要がある場合は、 ラムダから他のアプリケーションを呼び出して変更を通知することもできます。DynamoDB Streams は直接ラムダをつないでデータを処理させるだけではなく、イベントブリッジパイプスを使用することもできます。こうすることでラムダの変更があった際に、 イベントブリッジパイプスがサポートしているデータを呼び出したり、図のような構成でイベントブリッジバスを使用して複数の AWS サービスに変更を公開することも可能です。イベントブリッジパイプスの詳細についてはこちらに記載しておりますユーザーガイドや、B、イベントのセッション動画をご覧ください。 この動画では Amazon DynamoDB Streams と g i n e s s Data Streams の違いについて見ていきました。変更データキャプチャーを検討する際、要件に合ったものを選択するための参考にしていただけると幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。